そうですね、その最近は、まあ、1試合でバンクアップ出れて、その他は全部サブなんですけど、その中でも東京が勝つためにっていう、自分がやるべきことっていうのは少しずつ重ねていくごとに、まあ、明確になってきているので、もちろん自分が試合に出て、まあ、チームを勝たせるのが一番ですけど、そういう立場でも、まあ、東京のためにやることをやっていきたいなと思っています、まあ、まずはディフェンスの選手なんで、まあ、練習からその紅白戦だったりとか対人の練習もそうですけど、まあ、抜かれないとか自分の特徴をしっかり、まあ、レベルアップさせるっていうところと、まあ、あとは自分の課題でもあるビルドアップとかそういうところは石毛選手だったりからっていうのを結構アドバイスもらいながらやれているので、まあ、そういう面では本当に周りの環境っていうか、まあ、トップレベルの選手と一緒にやりたりとか逆に対峙したりできてるっていうところはある意味自分の自信にもつながっているので、まあ、周りからしっかりその指導をもらいながらも、まあ、自分の良さをしっかり伸ばしていきたいっていうところを継続してやっていきたいなと思ってます、まあ、やっぱりセンターバックをやってることが多いので人を動かす声だったりとか、まあ、コミュニケーションだったり、まあ、今では結構センターバックで自分が守るっていうのを意識してやってきたんですけど、石毛選手にその声のアドバイスをいただいてからはチームを動かして自分が守るっていうよりチームで守るっていうのを意識してやるようにはしているので、もちろん自分が最後守るところは大事ですけど、まあ、その前に前線の選手を動かしたりとかボランチの選手を動かしたりっていうところは前よりは意識してできているかなと思います。やっぱりその、まあ、出た試合で勝つとか、まあ、結果を残すっていうのは、まあ、自分が出たいっていう気持ちもそうですけどチームに自分がどういう影響を与えられるかっていうのは大事だと思うんで、まあ、今だったら強い選手だったり、まあ、穂高選手、阿部選手もそうですけど、まあ、しっかりチームに貢献して今このポジションをつかめていると思うので、まあ、まずはまあ、試合に出たいっていう気持ちもありますけど、自分だったらセンターバックをやってるんで、しっかり無失点でチームを勝たせられる選手になっていきたいなと思ってます。まあ、前節で負けてしまって、まあ、チームとしては同点に追いつきながらの敗戦だったので、まあ、悔しいところもあると思いますけど、まあ、リーグ戦なんで、まあ、たかが いっぱいなんで、まあ、次の大分戦に勝つことをっていうところで、まあ、チームでしっかり矢印を向けて頑張れているので、特にそこに引きずらず、まあ、しっかり週末の大分戦に勝ってまたここから勢いを持ってリーグ戦を臨んでいきたいなという気持ちがあります。大分のアウェーというところで、まあ、遠いのもありますし、まあ、今コロナの影響でファンサポーターの方々は、まあ、スタジアムに来ることはできませんが、まあ、ダゾンで見ているファンサポーターの方々に、まあ、しっかりまた実際に来たいというその熱い思いというか熱いプレーを、まあ、しっかりダゾンで見ている方々に届けたいと思うので、まあ、自分がやれることを全力でやっていきたいなと思っています。